心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今回は島根県円光寺住職勝部栄光さんの苦海に生きるというお話です。バブル経済冷めやらぬ平成5年、私は希望を胸に東京での学生生活をスタートさせました。今思えば子供のような学生でした。親戚のおばさんからはあまちゃんと言われており、世の中のことを全く分かっていない学生でした。学校の先輩から学生時代にアルバイトをするなんてもったいない、勉強を一生懸命した方がいいよと言われましたが、都会に住む人たちの息遣いを感じたくて、いろんなアルバイトを経験しました。そして当然のことながら、社会に出て働くことの大変さを思い知りました。右も左もわからなかった私は、勤め先の先輩に慣れ慣れしい言葉で話したり、休暇の希望を自分勝手に申し出たりするわきまえのない学生でした。飲食店の仕事は3ヶ月で雇い止めになり、土日に働ける土木現場の仕事を得ましたが、私自身仕事のできる人間ではないと感じました。学校卒業後は老人ホームに勤め、27歳の時、ようやく地方の修行道場へ禅の修行に行きました。禅の修行は日常の生活のすべてを修行として行うため、これまで当たり前にやってきた朝起きることや夜寝ること、食事に至るまで、日常の何気ない瞬間にも多くの決まり事や作法があります。何もかもが初めてのことばかりで、非常に戸惑う部分が多く、禅の修行の厳しさを知りました。現在私はお寺を預かる住職になりました。今でも僧道や職場、社会の中で経験した辛さや厳しさの中で、得ることのできた生きていくためのけじめを持ち続けなければならないと思っています。お釈迦様は、生老病死苦とお示しになりました。生老病死は、ただ生きる、老いる、病む、死ぬではなく、生苦、生きる苦しみ、老苦、老いる苦しみ、病苦、病む苦しみ、死苦、死ぬ苦しみ、人生で避けることのできない根源的な苦しみのことです。世界にはとてつもなくひどい状況の中、人としての尊厳を保てない苦しくつらい人生があることを私たちは知っています。このような人生の苦しみを共に受け止めることが、苦海に生きる私なりの僧侶としての姿勢です。島根県円光寺住職勝部栄光さんの苦海に生きるというお話でした。続いてお知らせです。この番組のご意見ご感想を郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原1-1-22-402曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方にはこの番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は広島県興福寺徒弟山内雄志さんの生活の知恵というお話です。この番組は
中国管区教化センターがお送りしました。